皆さんこんにちは、ミヤです。いつもご視聴、コメント、高評価をありがとうございます。今日は前回に続いて夏花壇に欠かせない宿根草の第2弾をお届けします。前回は5選25品種となかなかの数をご紹介させていただいたんですけど、今回は簡潔に8品種プラス番外編1品種でまとめました。どれも団地では植えっぱなし OK の丈夫な宿根草です。今回はより分かりやすく草丈や耐寒性についても記載しましたので、寒冷地の方にもご参考にしていただきやすいかなと思います。来月中旬過ぎくらいからは多くの宿根草が販売されますので、その際のお買い物のご参考になりましたら幸いです。よろしければ最後までご覧ください。それではスタートします。一つ目はツルバケアです。ユリ科の耐寒性多年草になります。お花の時期は初夏から秋、草丈は40センチ前後くらいです。対処性は強なんですけど、耐寒性はマイナス5度ほどとなります。日照は日向向きです。別名スイートガーリックと言われるくらい、早く木に食欲をそそる、まさにニンニクのような匂いがします。お花はラベンダーピンク色で涼しげで、ナチュラルガーデンにぴったりです。花期が長くて、あと嬉しいことに冬もほぼ常緑で越冬しますので、閑散としがちな真冬の花壇では結構貴重な存在です。ただ耐寒性はそこまで強くありませんので、寒冷地のお庭では地植えは難しいかなと思います。団地の方でしたら大体は大丈夫だと思います。半日陰ですと花つきががっくりと落ちたり、花茎がヨレヨレして倒れやすくなったりしますので、日差しがガンガン当たる場所が向いている宿根草です。こちらはまだお花が咲いていないんですが、シルバーレースというフィーリッシュになります。お花は全く同じなんですけど、成長が緩やかなので、コンパクトなお庭の方にはこちらのフィーリッシュの方がおすすめです。2つ目は夏咲きのアリウムです。ユリ科の宿根草で冬季落葉種になります。お花の時期は夏です。草丈は30センチから40センチ前後です。耐寒性耐暑性ともに強いです。日照は日向向きです。アリウムは春咲きで夏に落葉する品種が多いんですけれども、こちらは夏咲きの品種になります。夏咲きのアリウムは 2,3 年くらい前からよく園芸店で見かけるようになってきたかなという印象です。先ほどのツルバキアと同じユリ科で、葉っぱの形はよく似てるんですけれども、こちらは完全落葉種で、冬は地上部がなくなって春に芽吹いてきます。これは北海道でも植栽されているそうなので、かなり耐寒性も強いようです。お花はポンポン咲きで次々と開花してくれるので、夏花壇に変化をつけるのにもとってもおすすめです。春に咲くポンポン咲きのアリウムと違って、性質はとても丈夫で、花子に球根を掘り上げないと腐ってしまうなんてこともないので、今はまだお値段ちょっとしちゃうかもしれないんですが、めちゃくちゃ丈夫で植えっぱなし OK です。環境が合えば株分けでどんどん増やせますので、コスパは悪くない宿根草かなと思います。我が家では4箇所ほどに植えているんですけど、半日陰の方では開花しないこともあります。日がガンガン当たる花壇に植える宿根草をお探しの方にはとってもおすすめです。品種はサマービューティーやミレニアムなどがありますが、草丈と花色が若干違うくらいで、育て方や性質は基本的に同じです。3つ目はサクシセラフロステッドパールズです。マツムシ草科の耐寒性多年草です。お花の時期は夏から秋、草丈は80センチくらいです。耐寒性耐暑性ともに強です。日照は日向からやや半日陰になります。マツムシ草科で有名なスカビオサなどは過湿に弱い品種が多く、我が家では地植えですとほぼ夏越しできずにお亡くなりになってしまうんですけど、このサクシセラは夏から咲き出すのもあって問題なく夏越ししてくれます。
お花の時期は夏から秋で、このような白いまん丸いお花をつけてくれます。お花自体は小さいので遠くから見るとあんまり目立たないんですけど、よく見ると小さなポンポンのお花がいっぱい咲いていて、とっても可愛らしいです。去年初めて植えたのですが、あっという間に大株になったので、コンパクトなお庭の方にはもしかしたらちょっと持て余してしまうかもしれません。花壇に余裕があるようでしたらおすすめの宿根草です。4つ目はアキレアです。キク科の宿根草になります。お花の時期は初夏から秋、草丈は 4,50 センチくらいです。耐寒性、耐暑性ともに強いです。日照は日向からやや半日陰になります。暑さ寒さに強くて土質も選びませんので、どこに植えても育ってくれるとっても頼もしい宿根草です。我が家にもあっちこちの花壇に植えています。その辺にちょっと抜いて置いといたらすぐ根っこがつくぐらいとっても丈夫です。うちは他に白も植えていますが、イエロー系やオレンジ系などの品種もあり、花色が豊富です。切り戻しに強いので、8月上旬ぐらいに地際近くまで切り戻しても、また秋にも咲いてくれます。そういえば、今年の立秋は8月7日だったんですよね。立秋過ぎますと、秋まで咲く宿根草は、あまり深く切り戻すと、もう今シーズンは咲かないで終了してしまうことがありますので、その辺はくれぐれもお気をつけください。切り戻しをする場合は、浅めにすることをおすすめします。去年そのことについて動画を出していますので、まだ見ていない方はぜひそちらもご覧ください。画面の右上に出ているリンクをタップまたはクリックするとその動画に飛べます。概要欄にもリンクを貼っておきます。5つ目はオレガノヘレンハウゼン、シソ科の宿根草です。お花の時期は初夏から秋です。草丈は50センチから70センチぐらいです。耐寒性、耐暑性ともに強です。日照は日向からやや半日陰です。銅葉が魅力のオレガノで、お花は落ち着いたアンティーク調のピンク色になります。この色合いとっても素敵じゃないですか。大人っぽい植栽にもとても向いている宿根草だと思います。切り花にもなるそうですので、お庭である程度楽しんだら切り花にしてもいいかもしれないですね。夏場は葉っぱの色がグリーンになりますが、気温が低くなると銅葉が濃くなります。冬場は低い位置で茂りますので、パンジーやビオラと寄せ植えにしたり、カラーリーフとしてもかなり重宝します。株分けしやすく、すぐに増やせるのもとても嬉しいポイントです。6つ目はコレオプシスブルームセーションカメレオンです。キク科の宿根草です。お花の時期は初夏から晩秋、草丈は30センチぐらいです。耐寒性、耐暑性ともに強です。日照は日向からやや半日陰になります。こんもりとドーム状に開花するコレオプシスで、今年3月に植えて今年初開花になります。四季咲き性で花後に刈り込んでおくと繰り返し咲いてくれるそうです。お花は今は白っぽく見えますが、咲き進むとピンク色になってきて、花色の変化を楽しむこともできます。今まで育てていたコレオプシスは開花するとどうしても倒れ込んでくるので、あんまりいい印象がなかったんですけど、こちらは茎がしっかりしているので、ほとんど倒れ込みせず、かなり育てやすい品種だなという印象です。7月上旬に一番花が咲き切った頃に真ん中がパックリ割れてきたので、そのタイミングで草丈の半分ぐらいに刈り込んでおきました。撮影時が8月上旬で、今2番花が咲き始めたところです。花期が長く冬近くまで開花するそうですので、今後かなり期待できそうな宿根草です。7つ目はミソハギです。ミソハギ科の耐寒性多年草です。お花の時期は7月から8月、草丈は40から100センチくらいです。日照は湿り気のある日向です。
こちらは先日購入したばかりです。ミソハギはボンバナで有名ですので、存在はもちろん知っていましたが、草丈が高くなって増えるということを聞いていたので、それでお迎えを躊躇していました。先日行った北海道のガーデン巡りでエゾミソハギがたくさん植栽されているのを見まして、それにかなり感化されてこの度お迎えするに至りました。私が購入したお店では紫がかったピンクとウォームピンクの2種類の花色があって、私は紫がかったピンクの方を選びました。本来は湿り気のある日向を好むらしいんですけど、性質がかなり丈夫ですので、大抵のお庭では育ってくれる丈夫な宿根草かと思います。8つ目は宿根ロベリアです。桔梗科の宿根草です。お花の時期は夏から秋、草丈は60センチからうちでは80センチぐらいになってるかなと思います。耐寒性耐暑性はともに強です。日照は湿り気のある日向を好みます。和名はサバギキョウと呼ばれている立ち性のロベリアです。まっすぐ伸びた茎に長い方を上げて咲くブルーのお花がとっても爽やかで、群生させると結構インパクトがあります。湿り気のある日向を好むそうで、乾燥しすぎると葉が黄色くなったり肌荷がつきやすくなってしまいます。庭植えで雨が降らない日が続く場合は、葉裏に葉水をあげたりお水やりもしてあげるとダメージを軽減できます。花色はブルー以外に我が家にはレッドやダークピンクもあります。先ほどご紹介したミソハギと好む環境が似ているので、組み合わせて植栽するのもいいかもしれないですね。最後は番外編です。ニコチアナランゴスドルフィーをご紹介します。ナス科の非耐寒性 1,2 年草です。お花の時期は春から夏、草丈は60から120センチくらい、耐寒性は非耐寒性です。耐暑性は強、日照は日向からやや半日陰です。宿根草ではなく 1,2 年草扱いなのですが、我が家では去年地植えで越冬しましたので、今回ご紹介させていただきました。こちらのラングストルフィーは何といってもグリーンのお花が魅力です。お花も小さめで主張が控えめですので、どんな草花とも相性がいいです。こぼれ種がかなり出るので、次から次へとあちらこちらで芽吹いています。レンガの目地からも出てきてしまうくらいなので、さすがにそれは抜いていますが、移植にも結構強いので、出てきてほしい場所に移植することもよくあります。 1,2 年草とされていますので、冬越しできても短命なのかもしれませんが、それ以上にこぼれ種が出るので、我が家では常にお庭にいてくれるという印象です。この株もこぼれ種で一通り咲いた後、短く切り戻して今2番花が咲いています。放任で育てると1メーターくらいまでなります。お花の時期は春から夏とされていますが、うちでは秋まで咲いています。場所を選ばず夏の間元気に咲いてくれますので、とてもおすすめの草花です。はい、いかがでしたでしょうか。夏花壇に欠かせない宿根草8品種プラス番外編1品種をご紹介させていただきました。今日の動画が少しでもご参考になりましたら、高評価ボタンとチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。コメントもたくさんお待ちしています。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。